やべえ、なんて話しかけよう。あなたも、あ、ギャングの、あ、忙しくなるんで私たちも来週の火曜ですね、ウエスカーさんと打ち合えるのを僕は楽しみにしてます。なんで私の名前知ってるの。こんにちは、はじめまして。うますぎですって。体験2日目の有本健一です。有本健一、はい、略してアリケンとか呼んでくれるとありがたいです。よろしくお願いします。なんか日野蘭先輩がストローク上手くなりたいらしいです。ストローク、そういう話をしてました、うん、今ね。あ、ストローク、なるほど。たまたまストローク、いいですよね。全然やったことないな、持ってるけど。あ、そうなんすか。そうですね、おもろいっすよ、今一番熱い。あ、やってるんすか。あ、僕ですか。ストローク、やってるんですか。リケン君もやってんだ。あ、まあ僕はまあちょろっと、へぇ、はい、ちょっとか、たしなむ程度ですよ。あ、じゃあダメか。ダメ。あ、いや、なんです。じゃあ俺が多分この間って一番強い。なるほど。たしなめる程度だから。あ、川中さん強いんすか。あ、ぼちぼちっす。あ、いえ、なんか、なんどんなキャラ使ってんだろう。パワー系かな。パワー、あ、パワー系使ってるんすか。うん、なるほど。なんか猫番号さんも気になってるらしいっすよ。なんかみんなやろうとしてるっすね、最近。新しく始めた人も多いらしいし。あ、そうなんすね。はい、いやー、なんだ、ストシックス、僕も始めてみようかな。ウルフビリビリ、いらない。やりやがって、この野郎。あれ、話せ。あ、来たよ。あれ、話せ、おら。来た。あ、燃やしてる。で、で、パンパイ、話せ。あれ、今日出勤してたんですか。マヌセン、マヌ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 、じゃあ、ちょっと、本当に、モイラさんですか。モイラだ、ペイング、何を言ってるんだ。ちょっと身元確認した方がいい気がする。話せ話せ。いつまで持っとんねん。あの話だけでください。気まずいな。なんかどんな顔して喋ればいいのかわかんないや。マヌ先輩。マヌさんが一位だよね。あ、いいよ。間違ったな、あれ。間違ったぞ。やべえ。なんて話しかけよう。気まず。な、黙っとこ。いや、俺ありも、あ、俺ありもと健一、俺ありもと健一、頼む、頼む。ゴールさん、誰にもバレずにこの場を過ごしたい。気まず。この間赤いパンツ履いてた。やっぱ俺の手で捕まえてから挨拶してよな。おお、もう苦しいです。おお、スタート。しかもダブルみそぎなんです。さっきの輸入で負けちゃったゴールで、ラスのメイクに上げたくない。レレレ、あれ、あぶれ、一輪車を使ったでしょ。あなたも、あ、主催、はじめまして。体験、はじめましてだな。体験2日目の有本健一と申します。体験なのか。はい、体験2日目でございます。おお、警察か。はい、2人は、なんで俺もやるって。やっぱみんなが、2人は何をやらす、やってらっしゃるさる方なんでしょうか。ギャングだ、ギャング。あ、ギャングの、あ、アンブレラというところなんですね。そうだ。なるほど、すごい強そうですね。そうか。はい。俺も、とてもストロング。すごい、すごいな、カメラ。あ、ありがとうございます。はい。もう一回やらせていただいてもいいですか。中身は結構、前面なんかあるがね。はい。おとなしい系。あ、そうですね。ああ、こっからな。はい、忙しくなるんで私たちも。あ、そうなんですか。そうなの。なるほど。お前たちのお世話になるかもしれん。なるほど。覚悟しとけ。わかりました。いつだって受けて立ちます。そうか、マチパチが始まるからよ。なる、マチパチが始まるんですか。楽しい、楽しい。なるほど。いや、僕も、なるほど、マチパチか。うん、忙しくなるんですね。そうなんだ、来週の火曜日に締まりセットってのが来るんから。なるほど。そうなんだ。なる、そうなんですか。そうなんですか。忙しくなるぞ。じゃあそれ、そうですね、警察なんだけど、各ギャングも忙しくなるんですね。それまでに、じゃあ体験、体験終わって受かったらいいな。正式採用されたらいいな。そうですね。私たちと戦えるといいな。そうですね。マチパチ、まああのね、あの法律違反したらすぐ捕まえるんで。はい。勝手にやれ。はい。来週の火曜ですね。ああ、そうだ。はい。うわ、え、結構本当キンキンじゃん。キンキンって、しかもさ、私いけないんだよね。なんで？なんでなんですか？どうして？いや、忙しくて。え、
く行って。忙しいの、三回。ああ、まあそうか。うん、ないですよ。いろいろあるんで。あ、そっかそっか。そっかそっか。いろんなのありますもんね。うわ、え。あ、何？他の人もだったりする。いや、他の人どうだろうね。あの。モノ、あー確かに、ね、なんなら G の方たちもだよね、確かにね、うん、リサちょっと忙しいの方たちもそうですね、確かにな、来週の会や警察皆殺して確保しろ、はい、いつだって怖い、うん、いやでも来週の火曜は僕起きて頑張ろう、起きて来れるかな、頑張りましょう、並んでタイミングがね、はい、はい、警察、うん、なんで来れないか、バチバチ、はい、まあ、まあ、あ、何ですか、大丈夫、あ、はい、大丈夫です、大丈夫です、いやいや違う、そのちょっと待ってください、エリアちょっと待って、うん、来週の火曜って何日、頑張るんだぞ、来週、来週の火曜日か、なんてことをさせてんだ、うー、4だ、あー、全然、はい、多分、うわ、危ねえ、そうですね、アンブレラと、アンブレラと戦えます、絶対やぶ、絶対怖い、怖い、怖い、はい、むしろ、そうですね、その、まあ、今体験やってるのが、まあ、その、まあ、それまでに体験を、ね、使おう。まあ、私はいないけど、長いし。まあ、なるほど、了解、了解です。そのうち戦うことが。そうですね、もう待ってます、いつだって。そうだ、そうだ。ウエスカーさんと打ち合えるの、僕は楽しみにしてます。なんで私の名前知ってる？よちよち出るや。いや、最近は。言いました僕そんなこと。なんで私の顔してない。いやなんか。あいつやんかこんなこと。あれっす、気持ち気をつけた方がいいです。あの駅のトイレの裏に書かれてました。何？顔写真付きで。本当か？嘘です。人の話聞かないよこいつは。いや違うんだよ、ね、あであれどっちの紹介されてる、うん、なるほど、初めましてだから、初めまして、よろしくお願いします、そうだ、いやどうも有本健一と申します、はい、略してアリケンって呼んでください、あ、アルフォートウェスカだ、あ、どうもどうも、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくな、休日はよくヨガをやってます、よろしくお願いします、そうなのか、はい、そうです、だいいいもんなえもうちょっとガタリいいもんな、あ、そうなんですよ、このガタリ行かせるのなんかなと思ってヨガかなと思って、警察じゃなくてヨガなんだな、そこはい、ちょっと待ってね、あ、ちょっとじゃあアンブレラの方に挨拶しとこうかな、あ、うん、こんにちは、はじめまして、こんにちは、どうも、体験2日目の有本健一と申します、はい、よろしくお願いします、めちゃくちゃ丁寧に挨拶するやん、はい、アリケン乗ってけ、アリケン、あ、了解です、じゃあねー、バイバイ、すいません、体験の皆のもので、じゃあな、はい、だな、だねー、はぁ、緊張した、